にちは、泉です。3分クッキングを始めます。今日は広島カープのカレーを関西弁で作ります。作っていくねん。辛口です。あのね、まずご飯を入れるねんけどけどなんやねん。私この前ナイフルを打ちに行ったんですよ。ナイフルって言ってもビームナイフルね、国内で打てるところ射撃場に行ってきて、すんごい楽しかった。それが本当にめっちゃ楽しくて、なんかねオリンピックで使われる競技用のナイフルなんだけど、座ってやるから私全然体力ないんだけど、その座ってやるから全然疲れなくて、とりあえず的の中心に当てれば点数が高いねんけど、私その時一番最初に打ち始めて、あまりにうますぎて一番最後まで打ってたよね。なんかね点数があって10点が一番高いんだけど、私15回連続10点とか出して、すごくない？本当にちょっとわかんないこの人。いや本当にねすごい楽しかった。あれはただね、夏だからめっちゃ暑かったね。屋内なんだけど、なんかないからそういうクーラーとかが、すごい暑かった。そこはでも本当にね、また今日も行きたいレベルにすごい楽しかった。あと帰りに牛見ました。牛、牛めちゃくちゃ大きかった。猫の100倍、120倍ぐらい大きかった。そしたらエビフライを乗せていくで、これをね乗せる。すごい、ココイチみたい。見て、見える？全部乗せる。ちょっと全部多い、別にしとこう。ならこれをラップしてチンしていく。うまさの基準がわからないんだけど、とりあえず私が一番うまかったのは確か。だってみんな8点とか出して、9点出して、10点出して、あ、3回連続10点だったね、すごいみたいな。大体2時間ぐらいやったんだけど、私最初2点とかだって、あ、全然ダメやなって思って、でもすっごい集中して、友達がちょっと喋りかけてもちょっと待ってって無視して、ほんまにめちゃくちゃ集中して、もうめっちゃここ痙攣するぐらい、ほんまに汗かくぐらいしっかり見たら、みんなが最高3回とか5回10点出してる中で、私は15回連続ね満点を出したんですよ。才能あると思いませんか？っていう自慢でした。オリンピックでやるようにナイフルをちょっとこうやり方を変えた。オリンピックってそうテレビ映えしないと競技として残らないから、もう本当にかっこいい打ち方、こう座ってかっこいい打ち方ができるように、あと的もみんな絶対10点に入るから、オリンピック出る人は。オリンピックの大会で点数を出すときは10点何点小数点以下がついて、そこで争うらしいです。ほんまに上手な人はみんな10点なんだって。でしかも面白さを出すために、その何人かおるうちの上位10人ぐらいが次に進めるんだけど、ビームライフルはね、その10人がまたその次10人と戦うときはまた何順位がなしになって、また1から戦える。だからその予選で2位の人も10位の人も関係なく、また1から0から戦って10位の人が1位になったりする。で逆転があるとこが面白い。ならない。はい、できた、完成。私はそんな厚いのは苦手じゃないんで、見て見て見て、完成。いただきます。じゃあエビフライカレーココイチ風、多分辛口。いただきます。いただきます。いただきます。わーいわーい。めっちゃ辛いわこれ。やばい、待って、めっちゃ辛いわ。でも美味しい。カレーはめっちゃ好きなんですよ。私ココイチがすごい好きで、そういえば7辛食べたことありますか？7辛ね、食べれるのよ私。
すごくないです？うんうん。しかも絶対にするトッピングがあって、オクラ、オクラを絶対トッピングする。もうオクラは本当に好きで、すき家の牛丼も絶対オクラのやつ頼む。こいちはね、すごいトッピングをするから、なんだかんだとんでもない価格になりますね。お米をブロカリフラワーにできるじゃん。私なんかお米食べなかったらいいんだろうと思ってカリフラワーにするのね。なんか山芋とかオクラとかトウモロコシとか、あとなんだろう、ナスとか乗せるから、結局なんかとんでもない金額になる。本当に1600円ぐらいいく、ココイチなのに。まあ、普通ココイチってさ意外と高いじゃない。でも節約してココイチ行っても意外とするっていうことを学びました。でもね、七辛はマジで辛い。美味しく食べれる域をねちょっと超えてるね。たまにさ、全然10辛食べれるよみたいな人いるじゃん。激辛、なんか激辛を感じる味覚ない人いるじゃん、たまに。あれはね、本当に、ね、すごいなって思う。私は本当に、本当に辛かった、今から。だからいつも6辛食べてます。それに比べたらこのカレー全然、1辛ぐらい。もう辛い。めっちゃ汗かく。6辛と7辛って違わないんじゃないってみんな今思ったでしょ。違いますよ、本当に。私的に言うと1から2と4から5と6から7かなぐらい、そのぐらい。なんか7とか行くとなんかもうね、苦くなってきて。でも7はギリギリ美味しさが残るんですよ、私的、私の舌ね。8とか行ったら、私一口食べたことあるけど、もう味ない。なんか刺激のみ、辛さの。ほんまに、その、疲れちゃうから、あんまり辛いとね。だから、美味しくって、辛くって、楽しい、カレー美味しい、楽しいってなるのは6だと思います。もうこれ人によるけさ、わからんけど、私は6がちょうどいい。多分みんな違うと思う。みんな、1とかがちょうどいい人もいるかもしれない。でも男の人って辛いの好きじゃないですか？なんかそういうイメージがある。つけ麺屋さんとかめっちゃ男の人多いし、ココイチもすごい男の人多いですよね。行ったらね、たまに先輩とかと、まあ、夜行く系かもしれんけど男の人しかいない。なんでだろう。私はみんな2からカレーの得意な人がいなくて、周りに。私の周りのお友達はつけ麺とか、なんていうの、麺系の辛いのはほんまに10辛とか食べれる。逆に私はその辺は3とかしか食べれない。ただカレーとかは私が多分その界隈では一番強くて、7とか6いけるの私しか。みんなカレー辛いの耐えられないみたいなんですよ。辛が好きですか？食べました。ごちそうさまでした。